からも忙しいのにね。いえいえ。尾鷲市のグループホーム II の入所者9人は、8日の巨大地震注意の発表を受け、標高の高い場所にある別の施設に避難していました。昨日注意の呼びかけが終了したため、入所者は今日元の施設に戻りました。やっと帰ってきたな。あら、よかったな。やっぱ1週間というふうに長くなってくるとストレスの方も溜まってきているようですので、それで早くね、施設の方に戻したいなという思いもありました。向こうにおるときはやっぱり雰囲気が違いますからね。こちらにも長いことおったから。ここの方がいいですか？はい。施設を運営する NPO 法人はこれまで防災備品を他の2つの施設の分も合わせて1箇所にまとめておいていましたが、今後各施設の各階に分散しておくことを決めました。また置いていなかった携帯トイレの購入や施設内の避難誘導マークを増やすことを検討しているということです。避難用の物品を揃えたりというのもいつもやってるんですけど、それも行って、あとは避難のですね、訓練ですね、それの方も十分行っていきたいと思います。